3月15日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送、辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今一番気になる話題はですね、はいはい、今日が三月十五日だということですね。なんで3月十五日ですよ。はい、はい、はい。私の知り合いの看護師さんの誕生日で。<laughs> <laughs> おめでとう、はいいい。おめでとうございます。い,い,いやいや、この方ですね、いろいろ教えてくれるんですよ。はい、あのあ、ー、あー、9命 救急センターかかなんかにいるらしくて、うん、そうで,すかでコロナの対応もしてるらしくて、うん、お忙しいですほだもんで、うん、あの看護師さんなんですけどいち早く打ったそうですよ。あ注射ファイザーの注射打ったそうですけどはい、はい、打ったら、えー、打った人ほぼ全員らしいんだけど、うん、筋肉注射打って。 その打ったところが打ってから半日ぐらいで猛烈痛み出してそこから2日ぐらいすげえ痛かったってただ3日目にはケロッと何もなくなったんでだから今回の,あのファイザー製のワクチンに関して言うとこれも厚生労働省も発表してますが80%以上の人に。 痛み打った直後に打った箇所の痛みという副反応はこれはもう出るというふうに覚悟はしておいてくださいねって、うん、実際に打った本人から聞きましたがえその人の誕生日が今日でした <laughs> 今オープニングで3月15日とどなった瞬間に思い出したのした、ね、あれ今日だわこれ誕生日 <laughs> あの思いついたことを次から次へとパッパパッパの発言なさるのいいんですけども、ね、今日ね時間がねすませんオープニングからねいやそうらしいですねいや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 いましたいやいやい 今今見ました今見ままししたた <laughs> すごいですよすすごいですね、大物二人がラジオ助っ人、辛抱しの留守任せろと<せ>い,いうことで、私が4月からえ太平洋団に行くに際してですねえ海の上からラジオ放送ができないというのでえあのどなたがやってくださるんだろうと思っていたら、日本放送も無茶しますね月曜日、白らくさん、火曜日、小倉さん、小倉智章さん。 無茶ですねこれいやもう完全ボランティアだと思いますよいい絶対キャラなんか払えませんからねまあねそのあたりはね本当申し訳ございません <laughs> もう本当に強く言えません,ん申し訳ないですアナウンス室長がそういう言い方するとむっちゃ説得力ありますねそれ, <laughs> それ日本放送の幹部の人は怒りますよそれハロトルワーイみたいなわかりませんけどね私もそのあたりの事情を聞いてるわけじゃありませんが<う>ご本人と電話がつながってる <laughs> そうなんですよ月曜日にパーソナリティを務めてくださるあ実かそうなんです です、呼びかけてください、立川志らくさんと。志らくさーん。あ、どうも。こんにちは。志らくです。本物ですか。ええ。<laughs> 大丈夫ですか、なんか空気抜けてるような感じがするんですけど。そんなことないですよ。そんなことないですか。いや、ええ、今日なんか、<や>情報が解禁になって。は。え。はあええ グッドラックが打ち切りになるシラクと、あと、徳田屋が打ち切りになる小倉さんと、ほとんどはなんか、志保さんの番組は天下りとか言われていまいや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 、あの、天下り、いや、あまりここで検索するのも、対日本放送的に良くないし、こういう時言い方、すごい悩みますよね、なんて言ったらいいのやら。ででもねね私最後にす くさんの番組出してくれって言いに行ったら、はい、<laughs> いらねえって言われた。まあ散々荒らしてきたからですよ今まではねうか。じゃあしょうがないな。チラ <laughs> さんいや本当にありがとうございます。いやいやとん,とんでもないですもうあ<の>月曜日大丈夫なんですか。えあの月曜日はあの企画的仕事あんまり入ってないので。 だから番組が終わって喋る場所がないなと思ったら、あのもう非常にありがたいと思ってますいや、あのね、私もやっぱりテレビのも仕事、ずいぶん長くしてますけれども、千楽、ええ、さんもあのワイドショーやられてよく分かったと思いますが、はい、テレビって、えー、司会者ってほとんどなんかこう、自分の見解、述べたりする場はないですよね。うんまあ、でもあのグッッドラックの場合はは司会はあの

くらいいいじゃないですか <laughs> え。ええ。こうするまでえ切ればいいのに,に。うわ。なんかもともこもない話になってきたぞ <laughs> <laughs> むっちゃ余計なこと言ったな今俺。<laughs> すみません。あのもうあのいや番組あのあの猿と同時に行きますんで。はい。はい、えもうあのぜひご無事にお戻りになっていただくのも待ってますので。あありがとうございます。はい、どうもですね。今のところですね<え>噂によると太平洋上の私まあ<え>基本的に。 的にあの太平洋上って携帯電話も何も通じませんから連絡手段がないとは言われているんですけどもしかするとですねアナログ音声通話ぐらいはできるんじゃないのって噂もありますんであのはいえ太平洋上でお邪魔することも絶対ないとは言えないというような噂もありますんでよろしくお願いします。えーえー、楽しみにしてますんで、はい、あのぜひともあのまたクジラに乗り上げないようによろしくお願いします。<laughs> いやありがとうございます。今ねそれでいろんな人がですねクジラの天敵ってシャチなんですよ。 これ、ええ、で、あのクジラにシャチの絵を描いたらいいんじゃねえのっていうような話とか、ですね <laughs> シャチの置物をくれるとか、そういう人が今、たくさんいらっしゃいまして、ですね <laughs> <ら>もうあのお守りだけは山ほど溜まってきて、ね、私的には、ですね、ええ、あのもちろん無事帰ってきてほしいんですけど、もう一度あのその大きな魚にぶつかって、自衛隊に助けてもらって、謝罪する姿をもう一度見たいっていうのはありました。<laughs> <laughs> 頑張ります <laughs>。頑張ります <laughs>。<り> <laughs> え、今度はあの世間様にごごご迷惑をおかけしないように言ってまいります <laughs>。ええ、でも、だけど、白木さんにもご迷惑すでにおかけしてますからね <laughs> <え>。そなんなこと言えないんですけども。いや、本当に、本当に、本当にありがとうございます。あの楽しみしてますんで。<laughs> え、あの、もう思いっきり喋ってる、あの、何喋っていただいても責任は全部ですね。私、あの不在する責任もありますから。もう白木さんがどんな暴言吐いて、どんな不祥事を起こして。も もう全部の責任は増山さ,やかさんがありますからで私ですからで <laughs> ちょっとういうでま<あ>いや存分やっていただますお忙し日はありがとうございました。え それでは、来週からよろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。来週のね、月曜日担当してくださいました。やっぱり、白木さん。再来週だ、再来週、ごめんなさい。再来週。いや、白木さん、やっぱりね、人格者だよね。まあ、小倉さんもそうだけどさ、そうじゃなかったらさ。私が、こうやってね、大変お題いくばいから、ちょっと失礼しますって言って。おんじゃ、そこ埋めてやろうかと思わないですよ、普通。 よっぽどですよこれ感謝していやもう本当にね私ねもうね白らくさんの住んでらっしゃるところどこか知りませんけどそっちの方向と小倉さんの住んでらっしゃる方向ともうそっちの方向には足向けて寝ないとそうですよこれを誓いますでいい私ね今この足向けて寝られないねとか足向けて寝ませんとかいろんなところで言いまくってますんで今後は立ったままでですね <laughs> どっちの方向向いても寝られないので、いやいやもう腰が、ね、立ったまま寝ると、<laughs> はい、えー、そういうことにさせていただきます。<laughs> そのくらいしないとね。はいえー、そうなんです。はい、いやーびっくりしたなもう<あー> <laughs> え。そうなんそうなの。それで今日はあの白くさんのまあまさに裏番組っていうんですかね。はい、そうですよ特ダネに。特ダネの明日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 。 明日は関係ないねあだけど私が休んだ後は月曜日の次の火曜日だから明日っていう、はいはい、月曜日白らくさんでその翌日に小倉さんが担当してくださるというそういうラインナップで 3>,、はい、え3月末か4月の頭からこうスタートするわけじゃないですか、うんはい、その小倉さんに番組に呼んでいただいてですね見ましたよスペシャルタイダー小倉さんって私今日飛行機乗ってたから見られなかったんですよまだ見てないんですけどもいっぱいいろんなとこからメールが入ってですね「えー、下さんついに立候補するんです」ってええー、えー、えええ 俺そんななことと言ったかなと思って <laughs> 対談の全部をこう、ね、結構長かったんです1時間45分ぐらいお話をさせていただいてほいでいやあれそんなことみんなからメールが来て「辛坊さん立候補お、ね、めでとうございます」とかわけのわかんないメールがいっぱい来てですね「<laughs> はいはい、俺そんなこと言ったかな」と思って思い返してみたんですが、うん、どううう思いい当たるる節があるようなないようなななそれっぽいことはね確かにおっしゃってましたよ。 あそうですかかわりましたじゃあ,まあ言ったことに関しては責任持ちますけれども別にすぐ立候補するというそういう,、ね、そういう話では全くありませんのではい、はい、えその辺、ぜひあの誤解のないように1つお願いしたいと思いますけれども、はい、いやでも、いい経験でした。<laughs> やっぱね、私、この年になってね、あのー、小倉智キさんみたいなね、メジャーな人と、こう、話ができるということの、なんかありがたさみたいなものをね、ひしひし感じましたね。で,できることなら、え、何ですか小倉さんもすごく辛抱さんのことを、こう、なんて言うんだろう、大切、リスペクトさ<え>なさってるようなそじなの、そう雰囲気がすごい伝わってきてそうっすか。いやはり、もうこうなったらね、こうなったら、この勢いでね、 大平大田行く前に、はい、なんとか本田翼に会いたいといやそっちに行っちゃうんですかえ何ですか明日その小倉智明さんがこの番組に生でゲストとして来てくださるということになってますからここでもスペシャルなね対談をお送りしたいなと 大丈夫かな俺なんか、ね、だめなんだ、俺、基本的にねその目の前に、例えばこれ、この間から本田翼、本田翼って言いまくってるじゃないですか、<laughs> はい、これ、あのもう前の土曜日の午後にやってた時から、<laughs> そうそう一緒に番組やってる増山さんはよくご存知だと思いますが、ね綺麗な女優さんとか、なんとか、あの人に会いたい、<う>あの人に会いたいってずっと言っとて、ほい,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 、ね、いでゲストが苦労してブッキングして、実際スタジオに登場したら、下向いたっきり、一言もしゃべらないという。<laughs> 俺ずっと下向いててその間松山さんと当時は飯田君がレギュラーだったんで,で、ね、松山さんと飯田君がずっと喋ってて俺結局下向いたっきり一言も喋らずに終わっちゃったみたいなことが過去何回もありましたよねありましたありましたそうなんですよだから明日ね小倉さんいらしたらそうなる可能性はほんのちょっとまだあるんでいやいやちょっとちゃんとね、まあ、そうですね、うん、はい、えー、一つどうなるか楽しみに聞いていただければと思います楽しみにしていてください では、今日の株と為替からお伝えしいきます。ます今日の東京株式市場日経平均株価は5日続伸となりました。先週金曜日と比べまして、49円14銭高い29,766円97銭で取引を終えました。2月25日以来、およそ2週半ぶりの高値となりました。 アメリカの追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン接種の拡大で景気回復への安心感が高まり買いが入りました。で、為替相場は現在1ドル109円35銭付近で取引されています。先週の木曜日と比べますと80銭ほど円安になっています。 新郎次郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には政治ジャーナリストの田崎史郎さんスタジオに生登場です総務省の接待事件そして緊急事態宣言についても伺っていきます5時台にはアストラゼネカ製ワクチンオランダも使用停止のニュースにズームしますラジオの前のあなたからのご意見お待ちしていますメールは zom, zoom, アットマーク 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日はプレゼントがあるんです。<っ>大分麦焼酎二階堂 900ml 入りを2本セットにいたしまして、 24人の方にプレゼントいたしますね。ご応募ください。ご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。うん OK、年齢制限 OK だ。オッケー必ずね年齢をお書き添えくださいね。900ミリリットル2本ということは、はい、一箱ということですね。1.8、ね、リットルですね。うん、はい。 で、また、ご応募はですね、今日の深夜零時まで、お受けしますので。ラジコのタイムフリーやポッドキャストでお聞きの方も、ぜひご応募ください。なお、当選者の発表は、商品の発送をもって、変えさせていただきます。ご応募、お待ちしております。どうやってこれ応募するんでしたっけ?。あ、メールで。あ、メールですか送ってください。ズーム、アットマーク、一二四二ドットコム。これね、大分も二勝十二回の希望っていうのを書いていただけると、ありがたいです。二十、はい、歳以上の方です。はい、住所も書いてください。あの。 商品をね発送するになりますからね。ぜひお願いいたします。お待ちしております。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。 IOC のバッハ会長は12日、中国から東京オリンピック・パラリンピックの参加者向けに、新型コロナワクチンを提供する申し出があったことについて、接種は中国製のワクチンを承認している国と地域に限るとの見解を示しました。 気象庁によりますときょう午前0時26分ごろ和歌山県北部を震源とする強い地震があり和歌山県湯浅町で震度5弱を観測しましたアメリカの政府高官はバイデン政権が先月から北朝鮮当局との接触を試みていると明かしました現時点で北朝鮮側からの返答はないそうです 毎日新聞が今月13日に行った全国世論調査によりますと首都圏の1都3県に発出されている緊急事態宣言について3月21日以降も延長すべきだと答えた人は57%でした気象庁は昨日東京で桜が開花したと発表しました これは平年より12日早く去年と並んで統計を取り始めてから最も早い開花となりました現在公開中の映画新エヴァンゲリオン劇場版の公式サイトは映画館で盗撮された映像がインターネット上に公開されている問題について厳しく対処していくとのコメントを発表しましたま昨日東京桜開花 びっくりしましまたねたかか私のイメージでいうと桜の開花っていうか、まあ、開花というか見頃っていつ頃かというと小学校の入学式の頃っていう、はいね、4月の7日8日あのたりが桜のピークっていう、はい、ソメイヨシノのピークっていうイメージがなんとなく染みついてるんですが、うんうん、今日で、えー、もう昨日の段階で 開花したということになると、どう考えたって入学式の時にはもう持たないですよね、これ。んなとこと平年桜の下で、うん、ランドセル背負ったちっちゃい子が可愛く写真に写るみたいな光景はもう不可能だということですよね。<laughs> そうなんですよ。ですから、あの、平年値の更新というのもね、あの、行われる予定だそうですよ。そうでしょうね。うんうん、だから平年に比べて何、何日早いって。だけど来年になったらその平年自体が早くなってますから。平年に比べて何日っていうのがあんまり意味がなくなって ててくるっていうか平年値の水位みたいなものでやっぱり地球温暖化してんのかなっていう感じもね地球温暖化といえば、はい、海面がが上昇しててるるって話があるじゃないでですか、えー、ねでその海面が上昇してるんでツバルとかなんとか南太平洋の島々が、うん、どうも浸水被害で沈み始めてるんじゃないのって私も長いことほらまあ末、まあ、山さん知らないと思いますけど私ちょっと船に乗ってるもんですから <laughs> はい、はい、行きつけのハーバーみたいなやつがあるわけですよ。<laughs> で行きつけのハーバーバで、えー 海面が上がってるのかどうなのかって、日本で、これどう思います、はい、私ね、いろんな人に聞いて回ってるんです。自分で行った感覚ではわからないんです。<ー>なぜかというと、はい、基本船つなぐ桟橋っていうのは浮き桟橋ってやつですから、うんうん、海面が上昇すると桟橋自体が上がるんですね。うんうん だコンクリートの固定の桟橋につないでると海面の上下度は分かりますけれど浮き桟橋自体が上下しますから海面が上がってんだか下がってんだかよくわかんないんですがただいろんな人に話を聞くと皆さんの印象は共通してて瀬戸内海辺りでもそういえば。 あの、あそこに見える岸壁の端っこみたいなやつがあるでしょあの一段低くなって、うん、低くなってるところ。うん、昔はね、あそこまで水が来ることってほとんどなかったんですが、<ー>最近あそこずっと水に浸かったまんまですよっていうような声は、 確かに聞ききます目視できるぐらい変わってる、うん、だけどもうちょっとね重要な話で言うと、はい、海面の上下動っていうのに一番大きな影響を与えるのは風なんですよ。<ー>風で吹き寄せられることがありますから,から海面の高さって割としょっちゅう変わってるんで、えー、それが本当に地球温暖化による海面上昇なのかどうなのかというのを数値で判断するというのは実はそんなに簡単ではないらしいですが、うん、全体の印象としてやっぱり。 やっぱり海面上がってんじゃないのっていう人多いですね。うん、だもしかすると今回の桜のソメイヨシノの開花がどんどん早くなってるのも関係がないとは言えないよなっていう感じがします。うんうん、次のニュースでシン・エヴァンゲリオンの公式サイトで映画館で盗撮映像が。 あの映画館に行くとストップ映画泥棒って言って映画始まる前にえっと顔がビデオカメラみたいな今時そんな古い形のビデオカメラのや誰が使ってんだよみたいな未だにあれですけどいだにあれなんだけどあの音楽も変わらないしあの出てくるカメラマンみたいなおじさんも変わらないんだけどちょっと前までは 綺麗なお姉さんが一緒に出てたんですよパッケージでそうでしたっけストップ映画泥棒っていうともうこのお姉さんっていう私あのストップ映画泥棒の、はい、あの映画館の映画始まる直前の CM で出ていた女の子が <laughs> すっごい好きだったんですあ好きの多いですねあのストップ映画泥棒の女の子を見るために映画館に通っていたのに、はい、数年前から出てこなくなっちゃったんだよねでしたっけでそんな有名な女優さんでも何でもないので、うん、どこの誰かもわからないんです一、うん 一度ね昔ネットで調べたことがあってその時には名前までたどり着いたんですが、えー、その後どうしてらっしゃるんだろうと、まあ、できることなら一度、えー、お会いしたいと、まあ、この番組のゲストに来てくれないかストップ映画泥棒について語ってもらいたいとだけどそんなそんな優れた画質では撮れないと思うんですけどね、えー、そうまでして盗撮画像を見たい人がいるっていうところもまあ問題だろうなという気はいたしますがそれにしても。 中国製のワクチンを IOC が使うとはい、はい、これあの何でもね提供されたから「へいへいそれじゃあお願いします」って言うなよって感じもね正直しなくもないですよね。今中国に関して言うとまあスポーツとね政治は切り離すべきだという永遠のずっとこういうスローガンというかテーマがありましてまあ現実問題として。 あの、ソ連がアフガニスタン侵攻したのを受けて、うん、スモスクワオリンピック、西側の、当時西側、今の時西側っつったって通用しないかもしれないですね。うん、まあ西側各国がボイコットしたり、はい、その影響で次のロスオリンピックかななんかその時には、あの、東側っていうか、旧ソ連圏の共産主義国が続々ボイコットしたりという、もうボイコット合戦みたいなことが起きますから、はい、まあそういうのをやっぱり切り離してスポーツは楽しみたいよねっていうのはあるにしても、うん でも新疆ウイグル自治区でどう考えたってそれはダメだろうとか最近の香港に関する。 動きで言うと、一国二制度の国際公約なんかもうなかったことになっちゃってますから、えー、その中国でオリンピック開くことに関して、じゃあ危機として選手が行きたいかとか、選手を送り込みたいかとか、それを見たいかということになると、まあ、いろんな複雑な感情が、こう、世界で芽生えてる中で、中国が、あ、あの、今回の東京オリンピックの開催に際しては、えー、ワクチンが欲しいという国がありましたら、あの、中国ワクチンを無料で提供しますから、 IOC はそれを受けると。まあもう思惑としては明らかで <laughs>。ね。で IOC の思惑としては、まあワクチンを使うことによってオリンピック開催に近づく。だけど、じゃあ IOC が独自に、 モデルナとかファイザーだとかアストラゼネカだとかのワクチン確保できりゃいいんだけれども IOC にそれだけのワクチン確保もう世界中で取り合ってる状況の中でワクチン確保もそんなに簡単じゃないし値段もね日本でもうあの無料でこう打ちます1億2500万人の全国民に無料で打ちますっていうことでみんなもう当たり前のようにタダだと思ってますよね、えーはいうん 当たり前のようにタダだと思ってますが、ファイザーがタダでくれるわけじゃありませんから。まあそうですよね。これがね、意外と高いんですよ。これがね、4桁1000円、4桁円、だから1000、いくらとかね、12000円の世界なんです。そうなんですか。意外と高い感じでしょそれがやっぱり1億2500万人で、オリンピック IOC にしたところで、選手にやっぱり満単位で打とうと思うと、億単位のお金がかかりますが、中国がそれタダでくれるって言ったら、まず量の確保は心配しなく いいしお金の面も心配しなくていいしで、えー、じゃあ日本の選手が、えー、日本の選手の段階ではまだ若いから日本の接種の順番が回ってこないとじゃあ中国製のワクチン打てるように IOC がなりましたから打っていいですよって言った時打てるかっていうと。 それはちょっと違うだろうって話になりますよね。で、今のところ IOC は、それぞれの国の選手が打つかどうかは、それぞれの国の方針に従ってくださいね、と。日本の場合、まだ中国のワクチンというのは、あの、認可されてませんし、認可される可能性も当面ないです。えー、なぜかというと、臨床試験のデータが中国ワクチン出し,出してないんですよ。はい でワクチンデータが出ているのは今のところ日本政府に関して言うといち早く認可されているファイザー、うん、それからアストラゼネカモデルナまでは臨床試験の結果データが出てますけれども、うん、中国のワクチンのデータは日本にだけ出されていないんじゃなくて世界のどこに対しても一切公開されてないんですですどこにも治験の結果が公開されていないようなワクチン うーん、うん、打ってあげますって言われてもな、そうです、ね、だから IOC もひょいひょい、はい、わかりました、ありがとうございます、ほな、まあ、中国のワク,チンワクチン使わせてもらいますって今言ってんだけど、うん、いいのか、この IOC はこの姿勢でっていう気は、正直しなくもないですね。ズームフラッシュでしたええお時間な嘘 <laughs> 三月十五日月曜日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。増山さやかでお送りしています。 えとこのねオープニングで話したサンスポの記事なんですけれども私があのヨットで太平洋に行って、はいえー、しまうというか行ったタイミングで、ね、月曜日、立川志らくさん火曜日、小倉智昭さんとか出演してくださる、ね、方が出てくださるとい,ということで他の出演者はということで、まあ、木曜日はね飯田浩二アナウンサーが出演しますけれども。はい この方、ね、ツイッターで、えー、水かすさん「えーえー、夜の顔だった吉田アナが夕方に」ということでと水曜日が日本放送の吉田久範アナウンサー、はい、45歳が担当するんですけれども、あのーまあ、印象で言うとリスナーの方の印象で言うとえ,ー、え吉田アナウンサーが ニュース解新,しいじいです新鮮じゃないですか新しいアニメとかね,かね,とかね漫画とか SNS とかにもものすごい精通した方なんですけれどまあオタク系といえばオタクでもそのアニメ業界の中でね広い支持を得てる方でるる本も出して、ね、じゃあまあそっち方面の話をしていただいたらいいんじゃないですか、うん、と思いますよ。 かなりこの反響もあったりして、ザンプさん、白木くさんよりも、小倉さんよりも吉田アナの方がびっくりしてますなんていうのも来てますけれどもそういえばあの、メールをいただいているらしくてです、ね、冒頭、うん、あのストップ映画泥棒で、あはい、え最近、女優さん出なくなっちゃったけど、その前に出てた女優さん、私、ファンなんですと申し上げたら、<laughs> うん、あの連絡を、連絡っていうか、その本人から連絡をきたがわけじゃなくて、はいはい、えリスナーの方からですね、うん、ティアラさんという女優だということが <laughs>、はいえー、確認できました。テティアラさんティアラさんティアララささんん だからあのカンブリみたいにカチューシャみたいなやつあるじゃないですかあ,、はい、あれ、うん、ティアラって言いますけどね、うん、あのティアラですね<ー>、えー、で私の手元の資料によりますと <laughs> あお父様がアメリカあおじいさんがアメリカ人でお父さんがハーフでお母さんが日本人のクオーターらしいですよなるほどそもそも日本語通じるのかっていう問題がありますねこれ <laughs> ねゲストに来ていただいたとしても。うん というかそもそもこの情報をこんなに詳しくここでお伝えするストップ映画泥棒ストップ映画泥棒の女優さん気になってらっしゃる方が多いと思いますよ言われてみればああっていう感じそうでしょう。顔見たら思い出すでしょ私ね好きなんですよなんとかならんかあのいろはさんはいいんですかいろはって誰だっけああああ。はゆかんふじのあのエ a イの方ですねあの人生相談してらっしゃるいやなるみはいろいろはさんも当然お会いしたいですよそれは はい、岩さんもね、あいう、あいえおさんももう本当に。いかげん適当すぎるでしょう、松山さん。あと三週間しかないんですよ。一日一日を大切にして、放送してくださいね。頑張ります。ご意見お待ちしています。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。仮想ツイッターでも、ハッシュタグ辛抱二郎ズームで、つぶやいてください。今日はプレゼント、大分むに小中二階堂から、九百ミリリットル。 日本セットにして24人の方にプレゼントしています20歳以上の方限定ですからね必ず年齢とご住所などをお書きになりまして zoom at マーク 1242.com まで送ってください今日の深夜0時までお受けしておりますのでお待ちしておりますさあこの後は政治ジャーナリストの田崎志郎さんのご登場です 日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。参議院予算委員会の集中審議に、東北新社と NTT の社長を参考人招致。 参議院予算委員会は今日集中審議が行われ総務省幹部の接待問題で野党が参考人招致を要求した東北新社の中島信也社長と NTT の沢田純社長が出席しましたさあ、専門家にお越しいただいております政治ジャーナリストの田崎志郎さんですどうぞよろしくお願いします,ししますありがとうございます、えー、すみませんあのそもそもお伺いしたいんですがはい えー、昨日あたりの世論調査見てたんですよ。はい、で、この例のこの東北新社の菅さんの息子の接待問題って、 まあ週刊誌が引き付けた形でまこれが問題だと思うか思わないかというよざっくりしたような質問で、ほぼ同数で47%七ったら47%ぐらいで、そうですねそうすると、これ半々というのは、大体今までの世論調査の傾向でいうと、みんな関心がないような問題は大体半々で出たりなんかするんで、どの程度これ、世間の皆さん関心あるんだろうっていうのが素朴な疑問としてあるんですあね。いやあの 菅総理が最初の段階で、息子と別人格ですと言われて、われわれメディアの目から見ると、別人格であるわけないだろうって見てしまうんですけど一般の方にとって、親子関係っていうのはやっぱり別人格ってのは、割と通りやすいんじゃないかなと思いましたねまあうちの息子がなんかしでかしたときに、 まあ私はうちの息子が何かしでかしたら責任取る覚悟ではありますから、常にその覚悟は固めておりますが、うん。そうですかはい。そ,それは、まあ要するに、あの、単にテーブルひっくり返すきっかけに使いたいだけなんですうちの息子になんかあったらすぐやめてやろうとかずっと思ってるんですけども、ええ、 まあ、あの内心を正直聞かれると関係ねえだろうと思う。もう二十歳過ぎたら関係ねえわ。コントロールなんか聞かねえわって家で口聞いたこともないわみたいなものはありますけど、ね、そうですね。ええ、あ、下北ちょっとここで電車の情報が入りましたのでお伝えさせていただきます。JR 総武快速線が安全確認の影響で東京駅と千葉駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。JR 東日本によりますと運転再開の見込みは立っていないということですのでご利用の方はご注意ください。まあ、ちょっとね。 はい東京駅と千葉駅の間 JR 総武快速線です。快速線あそうか総武の快速線となんか確定とこの辺や,ややこしいですよね,すね結構ね総武線とか中央線とかって、うん、はい、はい、えー、で何ですか止まってるのはえっと JR 総武快速線が安全確認の影響で東京駅と千葉駅の間の上下線で現在運転を見合わせております。なるほど,るほど、はい、ということです、えー、開通しすし次第あの、はい、お伝えいたしますがということで。 えー、今これ起きてることは何がどう問題でどこに着目すればいいんですか それは今の参院予算委員会でのこの総務省の接待問題ですか。はい、で、あの今日あの午前中は聞いてたんですけれども、やっぱり NTT の澤田社長っていうのはあの、経営者として評価が非常に高い方なんですけれども、えー、今日答弁聞いてて、なるほどなと思ったんですね。<お>でそれはねあの、最初お詫びした後に、はい、あのに、私どもは、 マスコミおよび与野党の国会議員と混乱してきて、ええ、そこでいろんなことをしあの意見交換してますっていう。ははと野党マスコミと与野党だけじゃなくて野党とこの NTT の幹部とか、東北新社の幹部とか、ええ、まあ多分今回名前が挙がっていない、それ以外のマスコミ関係だとか、総務省の参加で総務省が許認可握ってるような業種のトップは、ええ まあよみんな飯食ってるってことですね、早 <laughs> い話が。そうです、野党って言ったのがやっぱり味噌ですよねあ<ー>で、だから野党の方でも、NTT の迎賓のの館みたいなハウスをね、あるんですか、そう,え、ね、そういうのは。行ったことあります僕ないんですよ。案外、シャビーなところらしいんですけども、シャビーシャビーって、えー、ってそれ。 シャビーは、通じますすかかねシシャャビビーー大丈夫ではものすごいけど、首振ってるそうですね、そうですね、みすぼらしい、それが一番いい役だと思そうですね、それで、その後澤田さんは、どういう方と会食してるんだって聞かれたら、そこについては、私たちは上場企業なんで。 事業に差し障りあるんで言えませんという答えで、名前は言わないんですね結局のところ、その手の接待って、日常茶飯事でずっとあって、どこの部分をどの程度問題にするかっていうのは、なかなか難しいところではありますよね、えー、そうです。っていうかね、私は基本的に、その手の接待、飲食自体があんまり好きじゃないので、私は基本、断りますし、行かないですが、ただ、私みたいなローカルニュースのキャスターですら、例の道路公団民営化の時に、 とある道路交談関係のトップの人が「ええ、飯食いましょう」って言ってきて、ええ、そのたまたまなんかね1回だけ行ったことがあっておーおー超高級ステーキハウスみたいなところで、ええ、それなりに高そうなワインが出てきたけども、ええ、私よくわからないんで。ええ きっとなんかその接待してくれた側が、このワインはこのぐらいすごいんだってうんちくかますんですけど、はあ、そうですかっていう、結局ごっさんですって帰ってきたことが一回だけありますけどね、あとにも先にもそれ一回だけですね、ただ世間的にはそういうこと普通にあるわけでしょ。そうですねだからね、それ、私は問題だと思いますよね、そういうことがあってはいけないと。まあ まあ例えばよ例えばまあ北欧のどっかのそういうことがほとんどないようなちゃんとした国ってあるじゃないですか、うん、そういうところの倫理観だとか価値尺度に照らすと日本で行われていることってまあ,あまりにもこうアジア的というか古風というかあの一世代前みたいな感じはしますけども日本社会ってそういうところで長年動いてきたところがあってどこまで問題視すべきかということについて国民は本当に怒ってるかというと。 そんな細かいことって、七万円ういうでよ万ね、よくあの新聞なんか読むと、7万円もの、絶対飯を食って、どうやったら7万円、7万円金があったら一月暮らせるみたいな話がいうでういや、それちょっと、それでなんか、あの、役人クビになったりしてますけど、なんか日本って、あ いい国だな。<laughs> <laughs> その国思いましたね、私はあのその例は山田あの前の内閣広報官の話なんですけどもあの関係者に聞きましたらあれ他の東北新社の人たちはかなり高いものを頼んで、ええ、山田さんは病み上がりだったもんで安いコースを頼んで、はあ、3万かなんかだったんですよ。あの 東北新社の方々がかなり高いワイン飲んで、ええ、その結果したあたり7万円になったんですね。はあ、で、自分はその3万円ぐらいの食事のつもりなのに、でも7万円って聞かれてあーってびっくりしてる。3万円でてもいいんいよ、ね。だからね、だからそういうことを、ええ、まあ逆に言うとその程度しか追求するものがないくらい、ええ、日本って素晴らしい国なのかしらとか思ったりするんですよね。接待で,ではありますが。 だってね、えー、今回の本質、何が本質かっていうと、誰も問題視してませんけれども、えー、あの外資規制、えー、外資規制クリアできなかったから、もしかすると 1>,、えー、1波、東北新社が持っている電波1つ、停、えー、波させられるかもしれないっていう話題がありましたよね。はいはい、だけど、何が問題かっていうと、私が本質的に問題だと思うのは、えー、その停波させられるかもしれないっていう電波って、 ってて世帯ぐらいいしか見てないんですようん、うんね、公共の電波で、ええ、あの金取って営業してる電波で、ええ、それ国の貴重な財産ですよそれ800世帯それもねもう5年4年も5年も前に認可されてて4年も5年も営業続けてて、うん、衛星放送で1チャンネル占拠しときながら800世帯ぐらいしか見ないものに対して。うん 免許を与えること自体がおかしかろうと、もうちょっとちゃんと商売ができる、その,その希少な電波資源も、優位に使えるところに電波を与えりゃいいんで、4年も5年も営業続けておいて、800世帯しかないようなところに、どんな放送行政やってんだと、総務省はっていうの、私、素朴に思いましたけど、ね、いや僕はあの総務省、中でもあの旧郵政省の人たちの権限が強すぎんじゃないかと思ってるんですよ、えー、いやだからね、結局、日本の何でも許認か 知ってますか私もねびっくりしたんですけどごめんなさいねこの時間だからちょっとねあのもう本当に一回しか言いませんからもう聞き逃してください。あの関西でですね森吉郎さんが あの京都に来て講演して大出現した話を関西のラジオでしたんですよ。うんね、それは森喜朗さんなんて来たかというと京都に講演に来て皆さん京都の皆さんはやっぱり品が違います同じ関西人でも大阪とは全然違います <laughs> 大阪は日本のタンんボですって言ったっていう話をねしたらどんな反応が返ってきたかというとタンツボってて何ですかっっ話になったんです<ー>あタンツボ知らないんだって。はい、でさららにそっから話は進んんででいくんですが、うん あの平成9年かなぐらいまで2009年だったかななんかその頃まで法律で一定事業者には多分それは鉄道事業者だと思うんですけど、えー たん設置義務っていうのが法律で決まってたんです。あそうですか。へえ。そんなことを法律で決めるかと。<laughs> うんうんうん。だ役所がそういう規制でがんじゅがらめになってて、さらに最近で言うと、ほとんど反発もされてませんが、ドローンの免許を新設するっていうんですよ。うんうん、ドローンを飛ばそうと思うと、今、200グラムより小さいドローンは、トイドローンなんですが、うんうん、200グラムを超えると、業務用のドローンになって、これはまあ,あの、飛ばせるエリアが限られてくるんですが、今後、役所 役所が間に入って、ドローンを国家資格にするって言うと、これ、巨大利権ですよ、また巨大かだわか分かんないけど、ちまちま、ごめん、巨大じゃない、極小利権だけど、そういうところで役所がちょっとずつなんか、許認可権限で利権を作って構築して、天下り先確保して、ちまちま老後の安定策みたいなことを。 いいっぱいやる中で多分もうちょっと大きな総務省の電波行政とか、旧有数社の電波行政とか、これ、電波行政だけじゃなくて、自動運転でも自動ブレーキでも国交省でもそうなんだけど、日本の役所の細かい利権で、日本国中がんじがらめになって、そのせいで過去30年間、日本の成長がピタッと止まったんじゃないのかっていうのが、ごめんなさい、先に喋りすぎました。田崎さんんどうぞえ私何か喋るんですか <laughs> <laughs> それ, <laughs> それ同調したらまずい じゃないかと思うんで僕はあんまりしないできます本当にどうなってんだ日本の役所はとは私なんかね、ええ、この商売やって,てつくづく思いましたけど、ええ、そうなんですだから今回の東北新社と NTT の問題はどこが本質的に一番の問題なのかっていうところをぜひ教えてほしいんですうん、だからあの先ほど申し上げたようにあの 本来ならねあの、役所の権限がこれでいいのかと、ええ、あ日本の電波行政あの、政府の力が強すぎるんじゃないかって方へ行って、じゃあ、適切なあの権限っていうのはどれくらいなのかって議論に持っていかなきゃいけないのに、あの総務省の人たちが飲み食いして接待を受けたとか。 なんかそっちの方ねなってくるんですね。だからこれあの、えー、今のあの政府の権限が続く限りまたこれ繰り返されていくるんですよ。そうですよね。だって。えー これねだけど放送局を通じて電波に載せてしゃべるにはものすごくリスクがあるのは日本放送だって免許事業ですからだからこの免許事業とで放送局と免許に関して何かを言うのは私は適切ではないこの場はね、はい、インターネットのチャンネルか何かで言えばいいんだけどここで言うのは適切ではないんだけれども私やっぱりこの業界に40年ぐらい飯を食っていて、えー、そのおかげで飯が食えているんだけれども、えー、公共財である電波を誰に にいくらの値段で使わせるかということに関してあまりにも国民が無関心だったし国会でそれが取り上げられることもなかったし多分与党も野党も背景にいろんなものを抱えながらそれを国会で追及するという状況になってこなかった延長線上で今起きていることだけれども国会で話題になるのは何万円の飲み食いしたとか <laughs> 首相の長男がどうだとか <laughs> そんな話になるでしょう。はい <laughs> こういう具合に強い規制が行われている、それをあの与党の議員も野党の議員も、ええまあ、いいと思ってるんですよな、これを規制改革しようっていう声が上がってこないんですね全く野党もそのあたり、なんか本気でやろうっていう感じがないですよね、そうですねで、与党はこれでいいと思ってるから、ええ、そこへあの、そういう問題点をもうちょっとクローズアップさせた方がいいんじゃないかなとは思いますね。 だから今ね、その日本国内ではもう40年間どころか、だから田中角栄郵政大臣以降だから50年、はい、60年変わってこなかったんだけど、うん、ここへ来てネットフリックスとかアマゾンプライムとか、えー、インターネットという電波を使わずに動画のコンテンツを流せるところが海外からやってきて、まさに黒船,黒船襲来で、はい、だから業界もそうだし、郵政省、総務省もそうだけれども、そのあたりがみんなぐるみになって、黒船来襲と、 まあある意味、戦ってるっていうか、なんかあの食い止められないものを万里の長城みたいなものを築いて食い止めようとしてるっていうか、ですねなんか無駄な抵抗っていうか、ですね <laughs> はい、はい、ぶっちゃけそんな感じがするんですよね、えー、だからネットリックスなんかは結構はまりますよね、映画見ちゃうんですよ、僕らでも。そうなんですえ田崎さんの世代もそうでですすか見てしまいますねやっぱりそうですか いや私はもう基本的にね地上波しか見ません聞きません聞き <laughs> あ,あれ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 安倍総理と総理在任中にはお話した時に <laughs> 安倍総理があの話してる時にこの映画面白いって言ったのはネットフリックスでの配信している「ザ・クラウン」でしたよ。あはい、であれをあの面白いって言われて。 あらすじをずっと喋るんですよね。<laughs> えー、よく覚えてらしてよっぽど好きなんですねで君らを見たらって言われて一部見ましたけれども、うん、確かに面白いですよ、うん あれ、松山さんも見てるんですか私も見ました、途中まで。あ、そうですね。面白いです私ね、<に>今週ね、あの、アニメ版の「進撃の巨人」、巨人にすっかりハマってしまいましてですね、<laughs> <次に> <laughs> 昨日一日でエピソード1の16話まで見ました、ね。<laughs> まとめていきますかね、しょ、はい、さんね、見る気になるんですね。止まらなくなっちゃうんですよ、あれ。よくできてますよね。えー、えー、何の話 <laughs> <laughs> NTT の社長と東北新社の社長ですよ、国会,国会の参考人招致ですよ、はい、これ、どうなるんですか、これから、うん、これからあの今日その澤田さんが誰か名前出すのかなっていう話もあったんですけど出さなかったですから、沢田さんの社長です、ねえー、だからこの後、はい、あと、ちょっと不明な点で残っているのは、あの東北新社の外資規制。 あの違反していることを自ら認めて総務省に相談したと、えーあ、東北新社は言っていて、一方で総務省の方はそれを覚えてないっていうふうな、その食い違いがあるんで、その食い違いの問題を野党は追及していくでしょうけれども、まあまあ、あの予算案は再来週25、五6日ごろには成立になるんで。 自然とちょっとあの遠のいていくような感じがしますねまあ一応、形だけとは言いながら、あの参議院で議論はしてますけれども、ええ、元から衆議院通過した段階で予算が通るのは決まってるわけで、そうですねなんかこれ、論争してる人たちもせえないというか、ですねなんかやる気ないっていうか、やる気はあるのかもしれないけれども、情熱が伝わってこないですよね、ええ、そうですね。ええ、どうしたもんですかね、これ、日本の政治はこれでいいんですか。いやー 僕はこんなもんだろうと思っているもんではははじゃねえよ田崎さん <laughs> しっかりしてくださいよ <laughs> やっぱりねあの政治ジャーナリストがちゃんとしないと政治ちゃんとしないですよそいやねあの祈るわけじゃないんですけれども、えー、政治家の方を選んだのは国民なんですよね 見直さない民主主義の鉄則っていうか、ね、大原則は、ねうん、あの国民のレベルの政治しか持てないっていうだからあの政治家が悪いって悪いって言われる方は結構多いんですけどもでも投票したのはあなただよねと、うん、あなた方の一票によってあの人たちは成り立ってるんだねって言いたいんですよね。 まあそれを言っちゃおしめよっていう感じもしなくもないですけれども、どうなんですか、菅総理、今のところ、これ、メディアによって世論調査、バラバラで30、30%台から50%台ぐらいまであるんですが、実際の支持率がどうで、今後、どう展開するのか。 あの支持、不支持が拮抗してるぐらいの政権だと思うんです、ええ、で菅さん自身、やっぱり12月、去年12月の半分ぐらいから、えー、1月の下旬ぐらいまでが一番調子が悪かった、はあ、あ僕はずっと見ていてあの、官房長官が総理大臣になるプロセスだとずっと思ってるんですで、官房長官っていうのはあの、事実を伝える、説明するっていうことは仕事でいいんですけれども。はい あの総理大臣になった以上あの、国民を説得する、国民に何かを伝えて動かすと、はい、いうことをやっていかなきゃいけない、えー、それはようやく1月下旬ぐらいからできるようになって、今、あのー、その部分では軌道に乗ってきた、あしかしながら、やっぱり、あのー、菅政権の欠点はもう一つあって、菅に菅なしっていうことがあるんですよね。はいはいはい で例えば山田真紀子さん、内閣広報官前のを着るときに、えー、誰も切れって言わなくて、はいあの、総理の了解を得て、霧に走る人もいなかったんですよ。えー、だ安倍政権下であの10人の閣僚が あの辞任してるんです結構やめてますよね、7年、8か月間にまあ中には今から思えばしょうもない、それ大臣、クビにするようなネタかみたいな話でクビになった人も何人かいま,すよ、ね、いますけどね、でその時あのクビにしてたのは、すべて菅さんなんですよ、なるほど安倍さん自身はね、えーあの、自分で手を下してないんですよ、えー、で安倍さんに、これ、なんで総理やられなかったんですかって聞いたら、返り血を浴びますからって言われたなあるほどね で何かやめさせるっていうのは、ええ、あの相手に対してから恨まれるわけです、ね、そそうだで今、菅さんが、えー、そういう人がいないっていことです、あ<ー>あの菅さんに返り血を浴びても、この人はやっぱりやめてもらう、それが菅さんのためであるというふうに動く人があのいない、これがまたどっかで繰り返されて加藤さんじゃだめですか。 加藤さんは、ね、非常に有能な管理ですよ、はい、管理ですけれども、そういう泥をかぶるタイプじゃないんですね。ということで、どうですか、どのぐらい持ちそうかという、なかなかこれ持れはね持ちますけれども、ええ、次、解散・総選挙しやって、はい、それで、あのー、持つと思うんですけれども。解散はあの任期満了直前ぐらいですかね直前まで行くのか、一方で、 コロ,ナ対コロナがうまく静まって、ワクチンがうまくいくならば、都議選と同時ぐらいの考え方、オリンピック前の、自民党内にはあのー、ずっとその声があるんですよ、ええ、だからそこで勝利すれば、総裁選で再選されたも同然なるんで、3年の任期、だから2024年の秋までは続くであろう政権だろうと思って見てますけどね。なるほど、ね ちゅう,うことで、えー、多分私が太平洋に出る前のご出演の最後だと思いますけれども。 い,いろいろお世話になりましたいやいやいやそれちょっとちょっとその <laughs> その言い方勘弁してくださいよ、ね、<laughs> それな,なんかあのそうやってお世話になりましたとか言われるといやあそうですね数ヶ月後にね根性のお別れでみたいな感じになるじゃないですか来ていただくというお約束でねて帰ってくださいねとか絶対この人死ぬと思ってるなとかってそういう会話ばっかりなんですよね死んでくれと思ってるのかわからないですよえー、えー <laughs> ど、どういうことですか、それ。ええ、田崎さん、ありがとうございます。またぜひお体ね、お大切に。はい、ありがとうございます。もうそこそこいい年ですから。そう、日柄のさ七十です。七十、あ、七十、七十。あ、七十か、まだ。まだまだだな。しかしあなたいい声してるね。ありがとうございます。え田崎、田崎史郎。日本放送アナウンス室長、を声で褒める。ちょ落ち着いた声じゃないですか。 いやーだってアナウンス室長ですよ本当に全然日本放送のアナウンス室の頂点にいる人ですよお時間ですどうもありがとうございました政治ジャーナリストの田崎志郎さんでしたありがとうございましたありがとうございました三月十五日水曜日時刻は午後五時を回りました辛坊二郎です日本放送の増山紗友香ですさあではここで辛坊さんのエンディングリクエストをお聞きします渡辺真智子 唇よ熱く君を語れ。はい。どうですかいいと思います。はい、突然ですね。いや、突然じゃないんですよ。こう、冒頭ですね、うん、ノーモア映画泥棒のあの女優さんは誰って、うん、ティアラさん、はい、って話があったじゃないですか。はいはい、で、私、ティアラさんとか、本田翼さんとか、どうして好きなんだろうと、こうこ、ずっと考えてたら、はい、あのね、唇の感じがですね、うん、そんなに 薄くもなく、うん、そんなにむちゃくちゃポテットと,というわけでもなくその間ぐらいの、うん、あの上品な唇が好きだということに自分で気がついてあ,<ー>あ唇だな唇唇唇唇唇よ厚く君を語れ渡辺真知子以上わ <laughs> かりましたじゃあ今日のエンディングはそれであれあれ,あれ反応薄 <laughs> <ー>薄いなそうなんだって感じの顔みんなしてほいすけど反応は薄いぞ <laughs> メールを、ね、<laughs> ご紹介します千葉県市原市のキララさん辛坊、えー、さんのインスタ見ました。あインスタグラム 誕生日祝いいののケケーーキキ美味しかかったでですかすお嬢様のケーキも負けていませんんねそうなんです私あのツイッター「辛抱の旅 N」というのはこれ2年前にね、えー、あの個性作家のなべちゃんが勝手に始めてですね「<laughs> おい勝手に俺の名前使ってなんかツイートするなよ」みたいな話で私が途中から乗っ取った「辛抱の旅」っていうのがあるんですが、えーはい、これが基本的に政治的な話であるとか時事問題に関して語る時の、えー、公式ツイッターになってますけど、はい、それとは切り離して 完全に純粋にプライベートの話はインスタグラム辛抱治郎というのにでうちの娘が作ったケーキなんかあげたりなんかしてるんですけどあ,あれはお嬢さんが作ったケーキなんです、ね、いやいやあのねインスタグラムに最近2つあげてるんですが一<ー>つは娘が作ってもう一つは市販のやつに手を入れた感じですねまあそんなことで背景も含めて書かれて書いてありますんでただまあこれはちょっとね あの子供の名前とか出てきますからねあ<ー> <laughs> ちょっとあまりこうラジオで言うような話でもなかろうと思いますが、えー、まあ別に制限してるわけではありませんがよかったらぐらいで大丈夫ですいい、えー、それからですね、はい、熊本の方ガソリンスタンドの社長さんほうほうヨットで太平洋横断すごいですね熊本の有明海まで寄ってくだされば軽油あげますよありがとうございますそれがね今悩みの種でですね <laughs>、はい まあ大きな声では言いづらいですが、ヨットハーバーで軽油を買うとそこそこ値段がするんですよ、うん。でガソリンスタンドで買うにも、今、制限が厳しくなって、軽油でも、セルフのガソリンスタンドだと自分でポリタンクに入れられないんです<あ>。友人、今ね、ガソリンの場合は、もうガソリン蛍光管で当然のことながらものすごい法律が厳しいんですが、軽油とガソリンは、インカ店とか全然違うんですようん、うん。でまあ、軽油の方が安全なんですが、その軽油ですら、セルフのスタンドでは自分でポリタンクに入れる 言われないんでなんもかってちょっと今どうしようかと思ってね困ってるんですがちょっとその方熊本ですか <laughs> ですちょっと遠回りすぎないかそれ、ね、経路的にはですけれどもそのまんま尖閣かなんか行っちゃってる <laughs> いい。 お気をつけください。はい、さあメールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。アストラゼネカ製のワクチンオランダも使用停止。 オランダは14日、デンマークとノルウェーで、アストラゼネカ製の新型コロナワクチンの接種後に、血栓ができる事例が報告されたことを受け、アストラゼネカ製のワクチンの接種を停止すると発表しました。その一方で、アストラゼネカ社は14日、オックスフォード大学と開発した新型コロナワクチンの接種データを検証した結果、血栓との因果関係を示す証拠は見つからなかったと発表しました。 なんともこれだけの情報だと言いようがないですね。え、多くの方は、あのアストラゼネカのワクチンって大丈夫なんですかって。そう聞きたいですよね。で、おそらくリスナーの方でこのニュースを聞かれた方は。志麻、はい、さん、アストラゼネカのワクチンって大丈夫なんですかって、こう聞きますよね。答えはただ一つ。わかるか、そんなもん。<laughs> や冷たいじゃないですか。いや、だって、わかんないでしょ、これだけの情報じゃ。<laughs> いや、でも、気になりますよね。一つ,よ一つ言えるのは、一つ言えるのは、もともと新型コロナ。 はい、血管の内側の壁でで増殖すすするるんよそうと血管のの内側の壁が剥がれ落ちたり炎症を起こしたりして血栓を起こしやすくなるっていうのはこれ一般的に新型コロナの症状として言われてます。はい、でアストラゼネカのワクチンっていうのはどういうものかというとあの新型コロナウイルスが感染する時のトゲトゲのデータだけをあの人間に無害なアデノウイルス まあそのウイルスに感染っていうか中の遺伝子を組み替えてそのウイルスを人間に感染さすのであって新型コロナのウイルスそのものを感染さすものではありません実は中国で今全世界的にまあ今日冒頭のニュースで IOC にもタダであげますよって中国が発表したあれはですねえ新型コロナのウイルス自体を弱毒化無毒化したものだから新型コロナのはウイルス自体を体内に注入するものなんですよそれに比べると アストラゼネカで新型コロナのウイルスが持ってるような病気に起因するような症状が出るということは基本あり得ないと。あり得ない。だけど、まあ一部の報告でワクチンを接種した後血栓の患者が出ました。だけどそれはワクチンを接種したから血栓の患者が出たのか、ワクチン接種しなくても血栓の患者が出たのか、それは今のところわからないけど念のためにヨーロッパのいくつの国かはアストラゼネカのワクチンを 使用をとりあえず停止するというところが出始めていると。これがどういう影響を与えるかというと、現状において日本で医療機関にすでに接種が始まっているのはファイザーというメッセンジャー RNA という、はい、これ全く違う種類のワクチンです。うん、ところが、日本で今厚生労働省の審査にかけられているのが3種類なんですね。ですでに認可が下りているメッセンジャー RNA という方の ファイザーと同じ方のモデルナのワクチンと、はい、そしてアストラゼネカというこの3つの会社のワクチンに関して日本の厚生労働省に使ってもいいですかという申請が出ているとで今、審査中なんですがこういうニュースが海外から入ってくると厚生労働省が <coughs> ごめんなさい、はい、花粉症です。うん 新型コロナではありませんいちいちこれすするたびに言いいいい訳しななきゃいけけなどな、うん、どうかと思いますけどね、うん、で3つのワクチンに関して厚生労働省は今審査の真っ最中なんだけどこういうニュースがちょっとずつちょっとずつ海外から入ってくると厚生労働省の担当者、ねえー、とすると「うん、ちょっとアストラゼネカは今あの幸いファイザーのワクチンが当初言われていたよりは順調に数日本に入ってきてるんです。はい 一部のいい加減な週刊誌報道なんかで、いや、ファイザーは認可したものの、本当に第1便、第2便ぐらいの数十万人分ぐらいしか入ってきませんでし、ですよっていうような週刊誌報道が一部行われたんですが、現状、河野大臣が発表しているところで、数千万人分のワクチンをもう6月末までに入ってくると。ーーはい、で、今ヨーロッパで作ったワクチンは EU の許可をいちいち得ないといけないという状況なんで、いくつ数が入ってくるかわからないと。ファイザー社との間では、 必要数確保できるということの契約は済んでるんだけど、作ってるのがヨーロッパだから、ヨーロッパが輸出の許可を出さないと日本に入ってこないという構図で、 あれ、日本にファイザーのワクチン入ってこないんじゃないのって一時期盛んに言われたんですが、今のところ政府の発表によると、予定通りの数が確保できているので、そんなに急いでアストラゼネカのワクチンを認可しなくてもいいっていう雰囲気にはなりつつあるっていう上に、海外から今こういう情報が少しずつ入ってくると。で、もう一つ重要なのが、あの、今のところのワクチンの接種方針で言うと、まあ、 あのインフルエンザのワクチンだってそうですよねインンンフルエンザのワクチンあのわざわざそのどの会社の作ってるワクチンかっていうのを選んで打ちに行く人いないんですが同じように今回も日本国民全員にワクチンを無料で接種します、うん、なんだけどそれは打つタイミングによってどの会社のものが認可のタイミングで打たれるかわからないとできないできないんですね。はい で、ただ今のところ、まあ、あの、アストラゼネカに関して言うと、えー、認可も降りてない状況ですから、うん、少なくとも現状打ってるやつは全部ファイザーだという状況の中で、まあ、数が足りてるんだったら、アストラゼネカそんなに急がなくてもいいよねっていう、今そういう<況>おそらくね、厚生労働省の動きにはなるだろうなという感じはいたします。うん、ただそれでもね、じゃあファイザーの現状打たれてるワクチンが問題ないのかというと、ちょっと今のところ厚生労働省の発表を見てると、 アナフィラキシーっていうアレルギー症状の発表が欧米に比べてそれも若い女性に突出して日本で多いんですよ。これ一つ理由はもしかすると原材料に使っているものと化粧品に使っているものとか非常に似てるので、普段化粧品に接している女性の方が、例えば、あの、 ででも2回目に刺されるるとアレルギーってあるじゃないですか同じような構図でアレルギーが出やすいんじゃないのみたいな話もありますけどごめんなさいこれ中途半端で終わりたくないのでこれで完結ではありませんワクチンの話は必ず明日続いて喋りますから今日のだけで聞き終わりにしないように続くということです以上おでお送りしているのは渡辺真知子で「唇を熱く君を語れ」。 スタジオ内、思わず大合唱になってしまいまして。ハミングしちゃいましたね。一定世代には、なんかドンピシャ刺さるみたいな、そういう曲ですね、この曲は。ついつい口ずさんじゃい。ましってことでございます。なんか情報が入ってきます。菅総理大臣がでした。ええ、菅さんがどうしました。明日、新型コロナウイルスのワクチンの一回目の接種を受ける見通しになったそうです。アメリカニュースが。でも、まあ、それ注目のニュースですね。なせね、どのタイミング。 で総理大臣が打つかみたいなことがこんんなななにににね話題になる国国ははいいとと思いますすよよ普通の国は先に打つんですよところが日本でなぜそうしなかったかというとう、ね、先に打つと総理は上,上級国民でずるいって言われたくないから <laughs> まず打たないだけどじゃあ後ろに回せばいいかっていうと後にするっていうと国民を人体実験に使うのかってどっちやったって批判されるからまあタイミングはかっといてバイデンさんはワクチン打ってますから、うん、だからアメリカにもう4月にね 渡航するのが決まりましたんで、はい、じゃあそのこのタイミングで打つという、うんまあ、このタイミングが多分は、ね、多分ベストだったんじゃないかと思いますがまあそれにしても日本めんどくせえなとは <laughs> 総理大臣じゃなくてもそう思いますさあお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホを挟みましてショーアップスポーツをお送りしますそして明日の朝6時からの飯田康二の OK 康二アップコメンテーターは経済アナリストのジョセフクラフトさん緊急事態宣言が 解除された後、日本経済が浮上するために何が必要か回復への道筋を伺います。で、明日午後3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか。明日はゲストにね。小倉智昭さんが生出演ですから。 いか、私緊張で喋れないかもしれないです。ちょっとあれだけベラベラ喋っておいて、お呼びしたんでベラ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 言うなよ。まあメニュー便にねお話してきただいてこちらで。楽しみしてます。はい、ご期待ください。いうことでございましたね。今週も始まってしまいましたけれども始まってしまいましたや始まってしまいましたなんですよ。つまり始まったということはカウントダウンですからそうです私あと二週間ですから。辛坊治郎ズームそこまでいうかここまでの相手は辛坊治郎とマサヤマサヤカでした。今週も 聞いてちょうだい